今日は滝沢秀明についてジャーニーさんが話すみたい。私は松屋に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとゆたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。滝沢の 2B が YouTube でお披露目になるわね。三宅健の誕生日にライブをするんでしょ。そうなのよ。何か企んでいるんでしょうね。三宅に何かを捧げるのかな。滝沢の会社の 2B ってどういう意味かわかる？続くっていう意味でしょ。何が続くのかしらね。何か知ってるの。滝沢は私の精神と理念を自分の会社で表現するつもりなのよ。ということは所属タレントには枕営業をしてでも仕事を取ってくるつもりなのよ。ダッキーが枕営業するの？私も昔はよく枕をして仕事を取ってきたものよ。だから自分のところのタレントにも手を出していたんだね。芸能界はこうやって続いていくのよ。滝沢はよくわかっているわね。きっと当日はそのことを伝えるためよ。違う意味での 2B だと思うけどね。滝沢は三宅と手越を所属タレントにおいて活動するつもりなんだよ。あの二人が看板っていうのは少し弱い気がするし、やんちゃ色が強めだよね。まずは硬いところからスタートしないとね。ちょっと保守的すぎてがっかりだね。